こんにちは、桑原です。今日はですね、私がいくつか手掛けている事業の中の一つをちょっと紹介しようかなと思っております。その名もズバリ、ほんわかそわかというブランドを立ち上げています。これはですね、寝かせ酵素玄米というですね、究極の食事玄米なんですけれども、これ私がですね、2003年に大きな病気をした時、体質を本気で変えようと言ってですね、取り組んでたものなんですね。素晴らしい食事なんですが、炊くのがとにかく大変なんです。そしてこのほんわかそわかのこだわりは、完全無農薬で無化学肥料で作る。これを家庭でもうチョイスするのも非常に難しかったんですけれども、宮崎県に工場を構えまして、そこで一釜一釜丁寧に儀式作法にのっとって、これを炊き、急速冷凍をかけてですね、真空でこれ、お届けできるようになってるんですね。これはパックですけども、あとおにぎりタイプもあるんですけれども、こんな事業を一つやってるんです。これはなぜかというと、私も自分の体を持って体験したんですが、体は食べてるものが作っていくわけですよね。ところが、例えばフェラーリにレギュラーガソリン入れると走らないってご存知だと思うんですけれども、フェラーリはすぐ走らないって結果が出るからいいんですよ。ところが人間って廃屋じゃないものを入れても、本当にジャンクを入れても走っちゃうんですね。起きちゃうんですよ。だからそれが積み重なって、大きな病気になったんだなと思うんですけれども、この玄米をしっかり炊いて全国にお届けして、この働くビジネスマン、お子さん、その健康に貢献ができたらなという思いでですね、この玄米、そしてこの甘酒、これもノンアルコール、ノンシュガーで本当に体にいいんですね。そしてこのお茶なんかも本当にどこまでこだわってるのっていうぐらいエネルギーの高いお茶なんです。よかったら一度ほんわかそわか酵素玄米でちょっとチェックしてみてください。そこにこの思いや、この商品のこれどんなにね活躍してくれるか書いてあります。こんな形で桑原は必ずその理念、そしてコンセプトのもとに事業展開してますから、ちょっとずつそれを紹介させていただいて、皆さんのビジネスの何か参考になったらありがたいなと思っております。それではまたお会いしましょう。